何の集まりか。上様が天下を召された日なれば、ことわぎは無用。たかが天下ゆう。年寄りの出番は終わったのかもしれん。親方様などと弱音を吐くわしと思うてか。雪室、親方様。雪室、親方様。雪室、親方様。雪室。これであとはあの魔人の子を孕めば。乱世は去った。私を倒す男は現れなかった。あの信玄です。争いを終わらせただけでもよかったとするか。蘭丸の日記。天正13年葉月20日。信長様がついに天下をお取りになりましたね。蘭丸も頑張りお手伝いしたので、ご褒美に金平糖3つくださいました。よしと。よし。やれやれ、乱世も終わったってのに変わらんお人たちだ。ま、俺たちは俺たちで仲良く行こうぜ。裏切ったり裏切られたりはもうごめんだろ。おお、冗談。
褒美をあげなければいけませんね。あの剣心様、私何も剣心様と一緒にいられた